僕らは漫画で強くなったスポーツ漫画は NHKBS1 で不定期放送されるスポーツを題材にした漫画を取り上げる番組である。日本の漫画作品にはスポーツを題材にした漫画が数多くあり、それに影響を受けてアスリートが多く誕生するとともに、その競技の普及にも大きな影響を持つようにまでなった。この番組は毎回ある種目を取り上げた。 漫画作品を取り上げ、漫画がその競技に与えた影響とは、またその作品に携わった漫画家や編集者らへのインタビューを通して、スポーツと漫画の融合について深く掘り下げていく。2014年度にパイロット版の番組、青春、アリスポスポーツ漫画として2回にわたり放送された。2015年度から現代名に改題してシリーズ放送を開始し、 同年度は、スポーツラボ枠にて不定期で放送された。2016年11月より放送を再開し、毎週レギュラー放送となった。2017年度も、同様に11月からの放送となり、元フィギュアスケート選手の高橋大輔が、テレビ番組初司会を担当する。番組内のナレーションは、その漫画を原作とするアニメで、主要キャラクターを演じた声優が担当することが多い。 原則として、初回放送として放送された日付を掲載。第3シリーズの種目欄は出演者の種目を掲載。ありがとうございます。